今日はこれから八王子フェアリーガーデンのギャラリーカフェのトールペイントのお話をいたします。トールペイントとは木に絵を描くという技法で、水彩画は、こちらにあります紙に絵を描いてございますね。それに比べて木に絵を描いています。それをトールペイントっていうんですけれども、素材は木です。その上にいろいろな、大理石模様にしたり、こちらもちょっとピンク色の大理石にしたり、緑色の土台にしたりといろいろ工夫することができます。それにそれぞれの好きな色のバラを描いてみたり、こちらも一重のバラを描いてみたりしています。このように、食卓を飾るランチョンマットの作っていったりしていますので、皆さんもぜひトールペイントにお越しください。フェアリーガーデンはちょっと小高い日踊り山という山のてっぺんにありまして、緑豊かな空間の中にあります。ちょっとセレブな空間の中でお勉強してみるのもとっても楽しいと思いますので、お待ちしております。フェアリーガーデンでした。